じくじゅくはいで次ご紹介させていただきたいのが「楽中落外図屏風」ということで描いたのが岩佐又部という方になります。 え塾長なんか「落忠落合図屏風」って狩野英徳が有名なんちゃんっていう方いらっしゃると思うんですけどもまあまあ,あのそうなんですよ「落中落外図屏風」ってねあの、まあ、一番有名なのは狩野英徳が書いた、まあ、代表作であるんですけども、あのー、楽中図屏風って結構他にもも何種類もあるんですよ、まあ、今回ご紹介する「岩様田兵衛」の文もありますし他にも何パターンか作者不明のやつっていうのは結構あるんですよ。 で、その中で国宝になっているっていうのが、えー、その狩野英徳の、えー、上杉本っていう文と、えー、今回岩様田兵の船木本っていうこの二つなんですね。で、まあ狩野英徳のやつはね、あの東博ではないので、今回は岩様田兵衛の国宝をご紹介するという形になります。 でまあ、この上杉本船木本ってどういうことなんていうと、えー、持ち主の名前ですね。えー、岩様多兵のは船木さんが持ってたから、えー、船木本っていうことで狩野英徳ののは上杉謙信が持ってたから上杉本っていうことになります。で、えー、この岩様多兵のやつはなあの最近ね国宝になったんですよ、えー。それまではずっと重要文化財だったんですね。なんでかっていうとあの、まあその 岩佐又兵衛研究のまあ大御所の方とかがいらっしゃるんですけども、えー、この「落中落外図屏風」はほんまに岩佐又兵衛が書いたんかなっていうのが結構ねその大御所の間の中ではちょっと懐疑的やったみたいですねちょっとちゃうんちゃうかな岩佐又兵衛の弟子が書いたんちゃうとかなんかそんな感じでねちょっとちゃうんちゃうかなっていう意見が多かったんですけども、えー、なんかねまあいろいろそのふ何ガランガランじゃないか評論家の世界 世界の中でのこう意見の流ね吸い合わせというか、えー、その空気があってその大御所の人もうんまあやっぱりでもそんだけ意見が上がってきてよう考えたやっぱ岩佐まためかなみたいな感じで、えー、認める形になって2016年にめでたく国宝になったということで、えー、国宝成り立てほやほやの作品になるんですね。だから2016年以前のなんか国宝一覧には載ってないんですよ。っていうので本当にあの。 フレッシュな作品になるのでめちゃめちゃ面白い作品です。 でもそういう点もね、えー、それまでね岩佐又部ってあのほとんど知られてなかったんですよマニアの間でしか知られてなかったのでやっとねこの国宝になってちょっとずつこう名前が出るようになったっていうレベルなのでおそらくほとんどの方が知らないと思うんですよ岩佐又部知ってる方いらっしゃいます一回だけね僕あの取り上げたことはあるんですよちょっとだけね、えー、それは浮世絵の歴史っていう動画を出したことがあるんですけどそこの浮世絵の一番最初はこの岩佐又部という説もあるよ っていう感じで紹介したことがあるんですよただまあ、えー、その時はね僕も「岩佐又兵衛」が浮世絵の祖って言われてもな,な、ね、別にちゃうの普通の浮世絵の祖って言ったらね菱川諸信って言われてるし僕もそう思うのでなんか岩佐又兵衛が浮世絵の祖って言われてもなんかピンとこんなと思ってたんですけども、えー、今回結構ね岩佐又兵衛がっつり調べてみたらでこの「楽中楽外図屏風」を見てみたら「あなるほどそういうことで浮世絵の祖っていうことなんや」っていうのがだいぶ分かりました。だいぶクリア なったんでえー、今回の、ねえー、この紹介最後まで見てていただいたら皆さんもねあなるほどな浮世絵の祖っていうこういうことを言うのかっていうのが分かっていただけると思うのでぜひぜひ最後までお付き合いいただければなと思います。で、えー、じゃあまあ今様まためどんな人っていうのを簡単にね、えー、まあご紹介させていただきたいなと思うんですけどもひ、まあ、一言で言うとどんな人っていうと「謀反を起こした親父のせいで人生を狂わされたトラウマを抱えたバカテクエ師」。

と異常やなっていう、ちょっとちょっと来とるなっていう作品がね。結構多いんですよ。だからね。あの紹介したくてもしきしできないなっていう作品も結構あるんですよ。っていうような人なんですね。この人ね、戦国時代の人なんですね、えー、戦国時代から江戸時代初期ぐらいに活躍した方で、えー、まあ、歴史家の中でね、結構あの注目株というか、すごい人やって注目されてるんですよ。あのリンパ。 作っった最初の絵師が田原屋総達てて言われてるんですけども、まあ、以前動画でご紹介してるんですけども俵、えー、屋宗達ってかなり独特な、えーまあね、個性的な絵を描いたということで、えー、すごい個性的な作家だと取り上げられるんですけども、えー、それと同じぐらいためはるぐらい同じぐらいの時代に活躍した、えー、変わった作家というふうに、えー、位置づけられてるんですねこの湯浅又部っていうのは。 でえー、話を戻すと、えー、戦国時代なんですけどお父ちゃんがね荒木村重っていう戦国武将をやったんですよ。 でこれね好きな人は知ってる戦国時代好きな人は、えー、結構知ってる、えー、武将なんですね「平家物」っていうあの漫画があるんですよ千の利休とかが出てくる古田織部とかの、えー、漫画があるんですけどそこにもね結構登場してきて僕結構その好きでね「あ,のあこいつか!」と思ってたんですけども、まあ、そういう人がおったそうで、まあえー、この「荒木村重」っていうのは織田信長に使えてたんですよ「あのバイオレンス大魔王の織田信長、ね」に、ねま、使われとったんですけど えー、何でか知らないですけれども、えー、謀反を起こしたんですよ。 <laughs> マジでってたこしたちょうどね、えー、兵,庫県ちょうど兵庫県の、ね、お城を任されとったんですね荒木村重ってだからすごい僕はあの親近感湧くんですけど伊丹の方のお城を任されとった時に謀反、えー、を起こしたとこれね何でかは分かんないですいろんな諸説あるんですけどもんでっていう感じで謀反を起こしたとでそれまで結構ね荒木村重って織田信長に可愛がられとったんですよ、えー、実力もあるしこいつはなかなか切れもんやなみたいな感じで、えー、結構可愛がられとったのもあって。 たんですけども無本を起こしちゃったとでもまあ女の無駄がからするとね まあ可愛らしいからなんとかね、あのー、こう元に戻してなんちょっと考え直せよお前そんな謀反とか言うと、ね、今やったら許してあるからなちょ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 ,ちょみたいな感じで死、ね、者を送ったりするんですけども荒、えー、木村んか知らんけどあの黒田官兵衛って秀吉の、ね、参謀がいたんですけども、えー、それもなんか勝手に説得に行ったんかなあの誰に言われるわけでもなく、えー、勝手に荒木村重の城に行ってあのちょっと考え直せよと言ったらうるさいとか言ってなんか何故か捕まって牢獄に閉じ込められて。 みたいな話があるんで,すよでなんか確か、えー、それが原因で、えー、黒田官兵衛はなんか足ちょっと不自由になったみたいな話もあったと思うんですけど、まあ、そんな結構ね頑固な人が荒、えー、木村重で謀反を起こしたと。 お城で,痛みの後ろでもうこごしていろいろ結構ねでもね頑張って織田信長結構攻めてきたんですけども、えー、戦ってたらしいんですよ。でまあね実力があったからということで結構苦戦してたんですけどもやっぱりね、あのー、やっぱバイオレンス大魔王はね、えー、そ,そんな言うたら言うてもね最初はね、えー、可愛がってくれとったかもしれん手加減してくれとったかもしれんけどねええー、加減こいつちょっとほんま調子乗りやがってということでちょっとプチッきて来て、えー、本気出したらちょっとさすがに荒木村重もやばくなっていよいよ城が落ちそうだなっていう時 何だこの荒木村重は、えー、逃げ出したんですよ城を、えー、単独で、まあ手ずまあ、側近を連れてね、えー、こそって自分だけ抜け出したらしいんですよ。 で伊丹の下に伊丹,伊,丹市って伊丹市ってあるんですけど兵庫県のその下に尼崎市ってあるんですけどそこにも城が昔あったんですね尼、えー、崎城っていうのがあってそこに息子がおったんか息子と一緒に逃げたかちょっと分かんないですけどとりあえず尼崎城に逃げ込んだらしいんですねでここで、えー、俺もう一回リセット俺もここでもう一回やり直したのからみたいな感じで、えー、リセットしたと。 でえー、たまらんのはこの伊丹の方に残された、えー、家臣とか、まあ、家族とか,だから家族とか全部捨てて荒木村重自分一人だけみたいな感じで尼、えー、崎に逃げてったんですよ。でまあね伊丹の方では「うわっ荒木さんおらんようになった村重さんおらんようになったで」みたいな感じになって。 で信長が死、えー、者を出したとこの伊丹のあの新しい城主的な、えー、その村重の代わりの代表者みたいなやつに、えー、こう使い出して「お前なこの荒木村重をちょっと尼崎の方行って説得してこいよ」とで「今ならあのちょっと、えー、なんか手打ちにしたるぞなんかいろんな条件を飲むんやったら手打ちにしたるぞ」っていうのを、えー、これを条件をもとにちょっと村重説得してなんとか屈服するように言ってこいよっていうふうにこの代わりの、えー 痛みの上司の人が「分かりましたほんならちょっとやってみますわ」って、えー、こう説得に行ったらしいですね尼崎の方に「あ村重さんこ,れこの条件でほんまちょっと飲んでもらわんと、あのー、ちょっと信長さんほんまにちょっと怒っとうからこのままじゃ伊丹の、えー、家族とかもちょっと危ないからなんとか、まあ、村重さんもさすがに家族が、ね、大事やから分かってるやろうと思って尼崎の方に行ったんですけども、えー、村重は聞かず「いいやわしはここから出えへん」みたいな感じで、えー、徹底抗戦の構えやったんですよ。 でそのね使いできた人も「あかん村重先生全然聞いてくれませんやもう僕このままじゃ帰ろうに帰れへんしどうしようかな」ということで「うーんパニック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 パニ,パニパニパニック」。 みたいな感じで、えー、どっか消えちゃったらしいんですよ。いや、お前お前、だから、ね、消えちゃったらしいんですよ。どっか行方不明になっちゃったらしくて。で、も信長はブチ切れと。なんやな、あいつあの、代わりのやつあの、村重説得に行けって言ったら、村、そいつ自身もどっか行ってことやないかみたいな感じで。ブチ切れて。 でえー、結局、えー、その伊丹のお城に残ってた村重の、えー、家臣家臣とかの、えー、あれ、えー、とかも全部全殺しにしちゃったらしいですね、えー、ぶち殺しにしちゃったと家族とか女子供も含めて伊丹、えー、のお城にいるやつらは全員ぶち殺しみたいな感じになっちゃったと。 荒、えー、木村重の家族的なものは、えー、全員、えー、それは京都で確か殺したんやったと思うんですね。確かね荒、えーね、木村重の家族以外は確か尼崎城の目の前でなんか貼り付けにしてなんか銃殺したかなんかそんな話やったと思うんですけどここちょっとごめんなさいあのあやふやなんで、えー、ちゃうかもしれないですけどなんかそんな的な話で、えー、その家臣的なやつは尼崎城でなんか凄惨な殺され方をしてであ、えー 荒木村重の家族は京都の方で、えー、なんか第八車か第八車じゃないかなんかになんかくくられて周辺引き回しをめっちゃされて殺されたみたいななんかでそその後なんか晒し首にされたみたいなとりあえずとりあえず悲惨な殺され方を、えー、全員されたっていうのが荒、えー、木村重一族なんですよだからもうあ,あの親族からすると荒木村重 まあ、ろくでもないことし何で無反したのお前の無本のせいで全員殺されたしお前それ見捨ててあバさげいってしかもまたラストチャンスあったのにそれを棒に振ってなんでなん,なんでそんなに無反したかったみたいな感じなんですけど、まあ、そんなふうにして全員死んじゃったと。 で当の荒木村重どうしたかというと、えー、尼崎城も結局あかんようになったので、えー、そのまま神戸の方にある花熊城っていうのがあるんですね、えー、神戸にも花熊っていう土地があるんですけどそこにもお城があったということで花熊城に逃げ込んでそこでもまあ徹底抗戦したんですけどやっぱりやダメになっちゃって結局えっ、ー、とね小野道か広島の小野道市ってあるじゃないですかあそこにもなんか城がなんかあったみたいで、えー、そっちの方に逃げ込んだよっていう話になっちゃったらしいですね。 でまあえー、尾道っていうのは毛利毛利家があったんでそこに、まあえー、かくまわれたというふうに言われてますまあ一説には何で謀したのかっていうののあれにはあの毛利とつながってってちょうどその時に言って秀吉と毛利が戦っとったので、えー、その毛利からのこうね何かがあってつなここがってて、えー、ここで裏切ったら羽島秀吉も、ね、倒せるみたいな毛利の思惑もあったのかなとかなんかいろいろあるらしいんですけども、まあ、そんなんで、えー、広島の方にいたと。 でんか、えー、結局信長が死んで秀吉の天下になった時になんか茶人として大阪に帰ってきたよっていうなんちゅう図太いやつやねんっていう、えー、そんなやつが荒木村重なんですよ。で、えー、ここで話を戻にりましょう今回の主役は荒木村重じゃなくて湯浅又兵衛なので湯浅、えー、又兵衛は荒木村重のええー こう息子としてその痛みにいたんですよで、謀反を起こした時は2歳やったんですよまたベイビーやったんですね僕の子供まだ今ちょうど2歳なんでそれぐらいの時に、えー、お父ちゃんが謀反こしたとだから、えー、僕の子供はねとっとうとっとうっていうぐらいのレベルなんですけども、えー、それが僕がちょ急に謀反を起こして、えー、その子供を置いて逃げてったっていうふうな状態で えー、信長によって、えー、みんな殺されるっていう時にこの2歳の息子だけは又兵衛だけはなんとかね乳母千の御子かいや乳母か乳母か乳母に、えー、こ,この子だけはなんとか助くはなんかこんなちっちゃい子殺,した殺されたか殺されたかみたいな感じでなんとかあの保護されたらしいんですよ又兵衛だけで、えー。保護されて石山本願寺 もね、大阪にあるお寺に預けられてかくまわれてなんとか生き延びたっていうのがこの岩佐又兵衛やったんですよ。ええー、危なくね危機一髪やなってとこなんですよ。だからひょっとしたらね、えー、その何乳母があの保護せんかったら、えー、岩佐又兵衛は、えー、亡くなってましたよっていうふうな、えー、人生だからのスタートなんですよ。人生ハードモードドモやな、なな。歳でそんここと起こるみたいな 当然、まあ、トラウマになったりするわけなんですけど、まあ、何度かねお寺で育ててもらってで若い頃は、まあ絵,描きえー、絵の才能はね、まあ、やっぱりあったみたいなのでいろいろ修行もしたので、えー、若い頃はね何でか知らないですけどもある武将のところで仕えていろいろ仕事をする形になったんですけどそれが、えー、織田信勝って っていう武将に使えたんですよはい、織田信勝なんでって思いますよね僕も思うけどえ織田信長のえ次男が織田信勝なんですねだからえ自分のえお母ちゃんとかも含めて殺したえ織田信長のえ次男になぜか使えるというもう戦国の世やねもう昨日の敵は今日の友みたいなえ生きる糧にするみたいな感じでしゃーなしでまあ織田家に使えたという時期もあったんですよ若い頃は ただ、えー、やっぱりねまあ織田家もね、あのー、滅亡していくというか滅亡はせえへんのかまあ、えーね、信長が亡くなってしまってあのいろいろねちゃんちゃんバラバラある中で秀吉の天下になりましたよという時ぐらいにはまあ別にね織田家には使えずにまあ、えー、結構プランプランしとったらしいんですよ浪人的なことをしとったらしいんですけど結構ね 絵のの実力はあったので、えー、いろんなところに出入りするようなネットワークがあったのでまあそれなりに、えーまあ、3040ぐらいまでは京都で、えー、なりにまあまあ生活できとったみたいなんですよ、えー、フリーの、えーまあ、ペインターみたいなフリー絵師みたいな感じで実力があったのでまあ、えー、いろんなところに絵を描いて、まあ、生活してましたよっていうのがあったらしいですね。 で天気が40ぐらいになった時に、えー、福井藩福井県あるじゃないですかあそこのお殿様が、えー、松平忠直っていうお殿さんやったんですけどもそれにまあ目をかけられて「えー、お前おもろえかくえ角、ー、やええー、えか角やんちょっとうちの藩来いや」みたいなの「養ったるぜ」みたいな感じで言われてで、えー、福井藩の方に行って福井市現在の福井市に今日、えー、構えて生活し始めるっていう子たちになったんですよだから引っ越したんですねそこで福井県に行ったんですよ。 で言ったんですけども、えー、このね福井藩のお殿様がこれまたちょっと問題大ありの人でだいぶ荒ぶるんかレジェンドをいっぱい持ってらっしゃる大ジャイアン的な人やったらしいんですよほんまやりたい放題な人でまあほんまろくでもないエピソードが山ほどあるんですよ。このね、えー、福井藩のお殿様っていうのが、えー、家康の孫にあたる人なんですよ。 だめっちゃ権力があるので目の上のたんこみたいなみんなね、えー、こう普通やったら絶対許されへんやろっていうようなもうすんごいことをいっぱいやらかすんですけども周りはまあでもね家康さんの,あのお孫さんやからということで何も言えないみたいな状況があったらしいぐらい、えー、かなりジャイアンな人がお殿様やったんですよ。でさらに言うとこのお殿様のお父さん家康の子供になるんですけどもが、えー、結構ねこの人も トラブルメーカーカだったんですよ結城秀康っていう武将やったんですけども、えー、この人も結構家康からまあ何て言うんですかね冷、えー、遇されてたのをトラウマに結構大問題児をするのでお、えー、親父もこのお殿様も大体こうねトラブルメーカーっていう福井藩だったというそういうふうなところに又兵衛は行きましたよということはするんですよ。 まあこの結城秀康はね、あのー、漫画で「花の刑事」ってあるんですけどもそれのラストんに出てくるんですよでそこで結構ね詳細にこう描かれてるので僕は結構思い入れがある武将なんですけども、えー、それの、ま、息子が、えー、この松平忠直ということで、えー、暴れてますよということでよかったら、まあ、前田刑事呼んでいただけたら、はい「花の刑事」めっちゃ面白いので、えー、歌舞伎とはどういうことかみたいなことを結構ね男のロマン的な感じで書いてるのでよかったら読んでいただければなと思います。 で、えー、結構やらかして結局松平忠男をお殿様はええー、とねあのー。 大分県の、えー、方に島流し的な、えー、左遷されてしまうというそういうふうな、えー、結局呼ばれたのに、えー、岩澤又部はそのお殿様に呼ばれたのに、えー、読んだ本人は何でか左遷されてどっか行くというふうな状態だったんですけどもまあ又部はずっとこの福井の方で、えー、絵を描き続けて結構今でもね福井の方で作品が残ってたりというのがあるみたいですねだから福井の人にとっては岩澤又っていうのは結構、えー、まあ親近感があるというか馴染みのある作家さんみたいなんですよ で、えーまあ、このままね、えー、福井で終えるのかなと思ってたら、えー、還暦にあって還暦過ぎたぐらいにあの江戸の方でね呼ばれるんですよ江戸に行くんですよ幕名でしかも幕,幕府の命令で「ほう」とね岩さんもちょっとびっくりしたんですよ「ほうわしが江戸」とみたいな感じでまあまあなんやろうなまあまあ、まあ、要はとりあえず行ってみるか何の仕事やろうなまあ分からんけどみたいな感じで行って。 どうせ大した仕事じゃないやろ、まあ、まあまあ最後に江戸ぐらいちょっと行ってみようかなと思ったら、えー、めちゃめちゃ仕事を任されたらしいんですよ。と、えー、いうのはちょうどこの時の、えー、岩佐又部が還暦になった時ぐらいっていうのは、えー、ちょうど江戸幕府ができて大忙しの時やったんですよ。いろいろね政権が秀吉から変わっていろんなもん建てたりとかって建築ラッシュになってて絵師、えー、不足が起こってたんですよ。 のの時に、えー、なので可能例えば二条城とかね、えー、そういうのとか、まあ、いろんなもの建てる時に可能、まあ、徳川幕府って言ったら可能派が、まあ、お抱えしとしていっぱいいるんですけどもその主力の可能派がみんな出払っとったんですね二条城の二の丸御殿とかを書かなあかんとかこれ可能単位の時にめちゃめちゃお話ししてるんでよかったらそっちの動画を見ていただいたら分かりやすいと思うんですけどもと、えーまあ、りあえず出払ってめ,めっちゃ建築ラッシュで、えー、可能派が出払ってたんですよ。 で、えー、誰もおらへんなということで、えー、社内から、えー、誰か家かけおらへんかーっていう中でそういや福井藩にすごい絵師がいますよっていうのを誰かから聞いたんでしょうね。であほんなら俺やったらちょっとこっち呼んでくれほんまに今仕事消たらへんねんからみたいな感じで呼ばれたのが、えー、岩佐又部やったんですよ。ただまあそれなりにね、福井藩の名古で、あのー 評判が良かったんでしょうねなので、えー、それで幕府に呼ばれたっていうのもあるんですけどここで岩さまた米がまあ注目をを集めるぐらいの活躍をしたんですよでそこで注目評価されて以後、ねえー、ラストまで自分の人生でラストまで江戸で活躍するという形で、えー、1650年73歳で没するというまあ結構ね数奇な運命をたどった絵師なんですよ。 英堂で,、えーまあ、で活躍してたんですけども、まあ、派閥にはね、えー、所属してなかった、まあ、最後まで言うたらフリーペインターやったんですよフリーの、えー、ペイン絵師やったので、えー、後々ねやっぱりこう忘れ去られていくかというか画史の中で日本絵画史の中では忘れ去られていくっていう形になって、えー、現代まあ ちょっと前までは、ね、マニアックな人たちの間で、まあえー、ちょっと知ってるかなというぐらいやったんですけど、まあえー、だん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 機運が高まって、えー、国宝にこの「ラチ中グラクアイズ屏風」が認定されて、えー、今やっとこう人気がちょっとずつ出てきてる認知が広がってるっていう状態になってます。はいで、えー、このまあ 実力どううだったのったていうこと。まあ、実力あるんですけども実際どんな画風鋭角のっていうとあのグロバトルモンが多いですねグログいバトルモンだからほんまに、ね、あの凄惨なモンが多いですよ。だから 人殺したりとか,だから血しぶきととかかめっちゃ飛んでるとかなんか物語でもなんかね、えー、なん,かなんか題材をなんか物語を絵巻物にするっていうストーリー仕立てのものを結構描くんですけどもなんかその,そのチョイスも、えー、血生臭いものばっかりを選んで大体血生臭いのなんかオブラートに包むわけでもなくダイレクトな描写でなんかめっちゃ人殺されてるやん首切られてるやんみたいな、えー、そんなんばっかり描くから、えー、紹介したくてもできない。 いいうような、えー、そうよなそったものがあるんですよだからグロバトル門ですね。だから一番有名なのが「山中時は物語絵巻」っていうのがあるんですけどもまあほんまにえぐいなというのが、えー、確かこれ MOA 美術館やったからにあったと思うんですよがめちゃめちゃ、まあ、技術は高いんですよ技術は高いんですけどえぐすぎてあんまり紹介できないなっていうのが多いです。であとまあ そんな中でも黒、えー、いやつの中でも、えーまあ、グロくないやつもあるんですけども、えー、女性を描くことが多いのです、ね、特に黒髪の女性を描くのが多いのででもまあその山中の時は物語ではあのー、その黒髪の美しい女性も、えー、殺されているという何でかこう死がすごいね、えー、付きまとう作品が多いんですよ。だからまあ幼少期のその2歳で親父が出奔して家族全員殺されたっていうのが相当トラウマになったのになってもで めちゃめちゃ引っ張ってますやんっていうのが、ええー、これ岩佐又明なんですよ。だから、ほんま荒木村重で、ね、クソ親父やなっていうところなんですけど、僕は。あの、もう、お子さんようにせなあかんなっていう、家族は大事にせなあかんなとは思っております。はい。<laughs> まあ、そんな感じで、えー、まあ、やられたのが多いですよと。で。基本的には、ヤマト絵の描法が、えー、スタイルが。あの、ベースにあるんですね。まあ、女性を描いた、その、ね、えー 山中時は物語絵巻とかも、えー、大和絵の描き方で人物ちっちゃくてっていうのが多いんですけども、えー、絵によっては作品によってはやっぱそれ以外の画風っていうのをめちゃめちゃ取り込んでる、まあ、グラデーションはあるんですよいろんなグラデーションはあるんですけど基本は大和絵なんですけども、まあ、ここは水墨画の画風がとかここは狩野派の画風がとかなんかねここは中国のあの画風がとか結構グラデーション濃くいろんな筆致で描き分けてるっていう作品が、えー、結構見つかってるので、まあ、実力 派だでまあこれとね、えー、結構ねその何て言うかな名前を入れない作品っていうのが多かったらしいので、えー、ほんまにこの人が書いたのかなって評価につながってない部分も結構あるらしいんですけども、えーまあ、でもどう考えてもこの人の作品やなっていうのをこう辿っていくと実力っていうのはやっぱすごかったんだなっていうのが分かると。で えー「楽中落外図屏風」に今回の作品に戻るんですけれども結構言うても生涯長かったねという荒木村重の話が長かったね、えー、結構僕戦国時代好きやからねかつしゃべりたくなっちゃうんですけど申し訳ない、えーまあ、その中でこの「楽中落外図屏風」はいつぐらいに書かれたのっていうと、えー、30代ぐらいに書かれた作品と言われております30代だからあの福井に行く前ねあの多分京都で楽あ「楽中あそう楽中落外図屏風」って何なんていうと、えー、京都の「 街中と郊外を描いたまあ京都限定のまあ地図みたいなもん、人々の風俗を描いたすごいグまあ雑に言うとグーグルマップですね。京都限定のグーグルマップみたいな作品です。 を、えー、描いているのは多分まあ、京都に行った頃だろうということでまあ、30代ぐらいの、えー、作品じゃないかなとこれはねそんな全然グロくない全然全然グロくない楽しい楽しい、えー、まとめにしては珍しく、えー、楽しい作品になりますまあ、もちろんねあの楽しい作品も書いてるんですよあの精算な、えー、作品ばっかりじゃないんですけども、えー、ただ振り幅がすごくて精算なものを書くときはほんまにえぐいなっていうのがこのまとめになります さあ、そんな中で「落中落語と舞踊部」これね僕紹介するのめちゃめちゃ楽しみやったんですよ。めっちゃ面白いですよ。あの当時のの京都の様子がめちゃめちちゃゃかるんですよ。だってリアルに書いてるんでねその当時に書いてるものなのでその当時の京都の様子っていうのがリアルに書かれてるんですけどこれがねめちゃめちゃ面白いで、えー、浮世絵の祖って何で言われるっていうのかが最後には分かると思いますので是非、えー、お付き合いいただければなと思います。それでは作品の方行ってみましょう。 はい、えー、こちらがラ中ラク外図屏風の、えー、全体図になりますね。えー、右脊と左脊六曲一層の二、えー、つのセットの、えー、屏風になります。で、まあかなりね、えー、パノラマですごい細かく描かれてるんですけども、これをちょっとずつクローズアップして、えー、ご紹介したいなと思います。それでは行ってみましょう。 はいえー、まずご紹介させていただきたいのが、えー、これがね宝光寺大仏殿っていうあの豊臣秀吉が建てた、えーまあ、お寺になるんですね。でまあ宝光寺なんですけども、えー、お寺じゃあ大,仏大仏ってあったのっていうところなんですけどあったんですよ。京都にも大仏は実はあった たんですよ。これ驚きじゃないですか、えー、知らんかったなーっていう方多いんじゃないですかね僕も知らんかったんですよこれ調べててそうなんやあったんやと思ったんですけどそうあったんですよ。しかも、えー、このの京都の大仏って、えー 大仏って言ってたら奈良じゃないですか奈良のね、えー、あの東大寺かにでっかいのがありますけども、えー、あれが1 5ルぐらいの高さなんらしいんですけども、えー、なんとねこの京都にあった秀吉方てた宝光寺の大仏は1 9ルやったらしいんですよマジかよそんなでかい、ね、ていうかマックスやんけみたいな感じでそう最大級の、えー、大仏やったらしいんですよだから一番でかかったみたいな感じのこと言われてましたねじゃあちゃうかな、まあ、多分あの東大寺よりかでかいってことだからまあ一番でかいんちゃうかなと思うんですよ。 で結構家事とか、ね、そういうので、えー、作り替えられたりとかしていってたんですけども規模を縮小したりとかしてねなん、えー、とかなんとかこうね作り替えられて残っていってたんですけども、えー、ラストまで最結構ね、えー、なりに最後らへんまで残ってたんですよ。 火事かなんかで焼けちゃったらしいんですね。これで4度目の大仏、四もうね作り変えられてた四第4世の大仏がなくなっちゃって残念ながらもうないよ。 っっっていいう状態になっちゃったらしいんですよ残念っす、ねまあ、なんか見たいなーって感じなんですけど残っとったらねなんかちょっと「えー、京都にも大仏あるよねなんか観光名所とかになりそうなんですかねなんかインバウンドの、ね、ネ,タネタになりそうじゃないですかね、えー、今インバウンドはあれ,だあれですけども、えー、これ京都にあったらもうそれこそインバウンドのネタとして使えるんちゃうかなって思うんですけども残念ながら今はないらしいです」と。 でえー、やっぱり、ね、当時からその、ね、観光名所として、まあ、すごい賑わってたらしいですねみんなそれ見に行きますよねそのでっかい大仏があったら「お秀吉さんすげえな、まあ、金の大仏ではないと思うんですけどさすがに金の大仏ではないと思うんですけどもさすが秀吉さんやな」という意向が、ね、感じ取れるようなところでみんながまあ,ありがたかってこう見に来たっていうのが描かれてるとだからめっちゃ観光客が、ねえー、今来てるという状態になります。 ね、みんなこういろろい見て回ってっ、ね、楽うふうにねあの人々の表情とかがめちゃめちゃこうリアルにこう描かれてるっていうのがこう岩佐又兵衛のすごい力やなというところですよね。まあようこんだけなんかウォーリーを探せの <laughs> 江戸時代バージョン <laughs> そんな感じがしますけどもほんまにすごいな細かく描いてるなと。でこの大仏殿の下の方に描かれてるのは蓮座っていったんですかね蓮の花蓮の花に大仏って乗るので仏さんって大体乗るのでその蓮の の部分が描かれてこう隙間から見えているというふうに考えられてますなるほどなとで画面をちょっと上の方に行くと次描かれているのが豊国神社という神社になりますこれはあの豊臣秀吉を祀る神社ですねでま ちょうど今ここ描かれているのは桜の季節ということで、まあ、すごい桜がこうね描かれてますねなんかすごい楽しそうですね華やかな感じで、えー、みんな花見をしているというふうな状態ですでちょっとまあ拡大して、えー、見てみましょう。 まあいい感じですねこう左の方はなんかみんなお酒を飲んでこうねなんか重箱ありますけど重箱にはもうなんか食べ物全部なくなってもう結構ええ感じに出来上がってますね。えー、女の人が「もう一杯行きますよよ」みたいな感じでこうついで遊んで男の人も「おお今日はええ日やいい日や」みたいな感じで喜んどると。 右の方に行くとこれはねお茶屋さんです。お茶屋さん出ましたさっきも出前も出ましたねあのカンプーズやったっけモミジのあの作品あったじゃないですかあの時にもお茶屋ってあるんやと出張お茶屋があったんですね今のウーバーイーズじゃないですけどもお茶屋さんは配達をしてこういう花見の時とかにお茶どうすかお茶どうすかみたいな感じで「一杯1万円です」とか言ってしばかれそうになるとかそんなことはないと思うけどこうやってねお茶を配って売り歩いてたっていう商売をしてた。 があったというのもね、えー、こういうふうな落、えー、中落外図表部で見れるというのは面白いなというところなんですよで画面をちょっと戻りましてもう一回ちょっと方向寺の方に戻るんですけども、えー、ここでねこの鐘があると思うんですけどもこの鐘がね実はめちゃくちゃ重要な意味合いを持つ鐘なんですね、えー、歴史を好きな方だったらわかると思うんですけども、えー、徳川家康 豊臣秀吉は亡くなってしまうんですけども、えー、関ヶ原の戦いがあってでその後って実はしばらくまだあの豊臣がたって。 こう生き残ってたというか、ま、まあの別に関ヶ原だけで、えー、豊臣家が全部滅亡したわけじゃなくて、豊臣家が滅亡した戦いって大阪の陣っていう陣で結局滅亡しちゃったんですよね。二回やっちゃったんですね。なんか、えー、冬の陣と夏の陣があるのかな。で、ね、なんか一、えー、回目はなんかこう結構攻め込んでたけどなんとか退役ってなんか堀があったんかな。堀があってなんか城でなんとか退役ってたけど二、えー、回目で戦う時になんか堀全部埋められててなんかもうま裸みたいな状態になって、えー、ボコボコ ここにされちゃったというなんかそういう風な、えー、戦いになって、えー、確か、えー、滅んじゃったんですよ。ただこの大阪の陣っていうのが起こったのは、えー、きっかけがあるんですよ。それが、えー、この金なんですね。宝鐘の金事件みたいな感じで言われてるんですけども、この金になんか、えー、文字が書かれてるんですね。碑文。でこのも金が書かれて作られたのが1614年に完成したと言われてるんですね。 でえー、その金に書かれてる文字に「えー、国家安康、えー、軍心崩落」っていう文字が、えー、あったんですよただねこれあのいっぱい文字がある中で、えー、その2つが離れてあったらしいんで、えー、別にね気にせんかったらいいんですけどもここにね徳川家が、えー、注目していちゃもんを付け出したんですよ徳豊臣家に。このね 国家安康っていうのは、えー、家康っていう徳川家康の家康っていう文字が、えー、ちぎられてると、えー、国家安康の、えー、国と安の字によって家康が分断されてるこれはもう家康をこう、ね、真っ二つに咲いてやろうみたいな感じの、えー、意味合いが込められてるんじゃないかで真っ二つに咲いたら国は安らかになるっていう風な意味合いが込められてるんちゃうかみたいな、えー、まず一ちゃうもんをつけたと。 でそのあと出てくる「軍神崩落」っていうのが、えーまあ、豊臣家が、えー、君主になったら、えーこうね、進化とかも楽しくなって栄えますよみたいな意味合いがあるってみたいな感じでいチちゃもんをつけてでそこから、えー、こう攻め込むような、えー、喧嘩になったっていう風な大阪の陣に発展したっていうような、えー、きっかけの金なんですよ。へえそういう風な感じでスタートで、えー、大阪の陣があって。 が滅んだんやってなんだやなか子供もの喧嘩やなみたいな感じなんですけどほんまイチャモンみたいな感じで別にねその金の文字もそう読もうと思わんかっていうかどこまで調べとんねんって話だけどねようそんなをイチャモンのネタにしようと見つけてきたなって感じなんですけども、えー、炎上ネタを見つけてで家康が豊臣家の方を攻め滅ぼしたという、えー、そんな残念なあの、ねえー、言いがかりのネタになった、えー、金になります。 でまあ、この金ができたのが1614年でその翌年の1615年に、えー、豊臣家が滅亡しちゃったということで、えー、その1615年に、えー、結構ねこうそ豊臣家のものを全部壊してしまえみたいな、えー、結構命令が出たんですよ「もう豊臣の匂いを残すな」みたいな徳川家の,ごあのお達しがあって。でこの 奉公寺の裏側に書かれてるのがこれ舞台やったんですね何の舞台かというと豊国城舞台っていって能の舞台があった、えー、これが豊臣家が作ってたもんなんですけども。 そんななものは残すなということで1615年に徳川家によってここが破棄されちゃうんですよ破却されちゃうんですよで潰されちゃうっていうことなのでじゃあこの絵が描かれたこの岩佐又兵がこれを描いたっていうのはこれがある時なので1615年までに描かれた作品だな年代の作品だなっていうことが分かるとそういうふうな推理が立つということでまあそこら辺はそれでそれは面白いな。歴史と密接に関わっていてこのの作品を見るのも面白い 面白いなといなう形ですねでさっき見た豊国神社、えー、秀吉を祀っている神社も、えー、壊してしまえってこう,いう一応命令が出たみたいな感じだったんですけれども、えー、秀吉の、えー、性質のねねさんか恒大院さんか恒大院さんの立ってのお願いということで一応お取り潰しだけはなんとか免れたみたいなんですよ。ただ、えー 一応そのなんか条件としてその豊国神社をもう修理は一切禁じるみたいな感じで言われちゃったので修理することできないのでずっと江戸時代の間こうボロボロになっていって結局朽ちていってしまったというふうな歴史があると。 でなんか当時は豊臣秀吉は神様みたいな、えー、扱いを受けてたんですけどもなんか、えー、大権下じゃないけどもなんか神的な扱いみたいな、えー、そういう風な称号を得てたんですけどもそれも徳川家によって剥奪されて、えー、格下げになったみたいな結構ね徹底的に徳川家っていうのは豊臣の匂いを消そう消そうとしてたみたいなんですね。まあ、そう言っってる徳川家康はさ、えー、あの自分は亡くなったら、えー あのあれ日光東照宮みたいな、えー、自分が神になるみたいな、えー、神格化するみたいなそういうふうな徹底的なこう、ねえー、ブランド化みたいなことを知ってたっていうのも面白いなと思うんですよ。で原則この豊国神社どうだったかっていうと、えー、明治時代に一応再興されるという形で今現在はまあ,ある程度きれいな状態で復興されて、えー、祀られているというきれいな状態になっているというのが、えー、豊国神社になります。 <laughs> のっけから結構いろいろ面白い話が出てくるな歴史の話が出てくるなっていうのがこの「楽中楽あ図ず屏風」になります。では次行ってみましょう はいえーちょっと上の方に行くとえここに出てくるのがえこれがね清水寺ですねでこの中ね人がいっぱい立ってますけどもこれが清水の舞台になります、はい、清水の舞台え修学旅行で行かれた方はまあ見られたことあるかなと思いますけどもここから飛び降りるのかどうかっていうようなあの清水の舞台になります なので、えー、その位置関係でいうとこの右側にあるなんか建物あっこが、えー、清水寺の館長さんが、えー、毎年今年の漢字を書く舞台になるのかなっていうイメージですけどねもしかしたら違うかもしれないですけども位置関係的にはそうなんじゃないかなと、えー、見たら面白いんじゃないかなと思います。で次行ってみましょう はい次が、えー、擬音になりますね擬音、えー、まあ舞妓さんとか芸妓さんとかいろいろ居るところの、えー、擬音になりますねここでは、えー、お酒を飲みながらこうね男の人がおんこう これはは女の人でなないな男の人同士でなんかをこう話をしながら、えー、横で女の人がこう世話をしているみたいなそういうふうな、まあ、飲,み飲み屋じゃないんですけども祇園、まあ、で、えー、こういうふうな密会でもないような、まあ、まあこういうふうな会合をする場として、えー、描かれているというの、まあ、こういうふうな感じだったみたいですね。で左の方に行くと次は歓楽街になります。歓楽街 えー、ここではまず歌舞伎がこう描かれてますね歌舞伎の舞台の様子が描かれているとでそれを下の方に行くと、えー、次は能舞台ですね能舞台だ歌舞伎も能もあったとでその次行くとこれ何してるのかというと、えー、人形浄瑠璃ですね人形浄瑠璃。 「え人形浄瑠璃」っていうとえまず浄瑠璃っていうのは三味線か三味線ギターみたいな楽けあるじゃないですかあれのギターのワーバージョンみたいな「ベン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 」とかいうやつあれを弾きながらえ歌を歌うんですけどもその歌がえロックミュージックとかじゃなくてえ物語を歌にしてるんですね。 あれのえみたいな感じで歌を歌いながらその中で、えー、セリフもその歌い手が言うんですよ。そこでここでいいつはこうった おいちょっと待てそこの若い衆ここを通れるなと思うなベめン,ンベんンベめン,ベン,ベン,ベンみたいなそんな感じぶってきどこやけどね、えーまあ、浄瑠璃っていうのはそういうふうな物語を歌にしてセリフとともにこう語っていくっていう、えー、基本的にはそういうふうな感じなんですけどそれを人形を通してし、えー、その紹介しよう劇,劇をしようということで、えー、その歌に合わせながらそのセリフに合わせながら人形が動きますよっていうのが 人形浄瑠璃なんですねこれが、えー、結構流行ってたんですよこいろんなね、えー、人形劇の団題が題があってで、えー、演じられてるっていうのが見世物小屋でめちゃめちゃ楽しまれてますよっていうのがここで描かれてますとだめちゃめちゃね ここら辺っていうのは歓楽街としていろんなまあえ歌舞伎の人形浄瑠璃とまあ確かに髪型でえ人気のえ演目というかえこう楽しまれているえ文化ですよねそういったものがここに描かれてますよと。でまあ 場所的にはここはおそらく四条河原町になるんじゃないかなと思いますまあ祇園がさっきやったので祇園からちょっとこっちの方に行って祇園、まあ、水寺がここやったんであさっきのあそこの位置やったとしたら、まあ、四条河原町じゃないのかなとは思いますけどもまあ昔からあそこら辺ってふんなんまあ,あの 遊ぶ場所やったんですね今でも観覧具合というか遊ぶ場で僕も学生の頃は要はあそこら辺に行って遊んでましたけども、まあ、ああいうふうなところはもともとこういうふうなところで結構人気のところやったんや中心街やったんやなっていうのがんとなく分か,って分かるような感じ取れるような、えー、描写になります。でちょっと画面を一回引きに戻して。 ここれれれなんですすけどもこれ実は川ががめめっちゃ流れてるのかかりますかね斜めにこれが鴨川になりまますね鴨川まあ京都といったら鴨川ってめちゃめちゃ有名なでかい川なんですけどもそれがこの屏風まあ佐籍から一応左のね屏風から始まってますけども宇脊ズドーンってぶち抜いてるっていうふうな感じで描かれてるとでまあこういうふうな感じで鴨川沿いにいろんなものが展開されてるんだなっていうふうに見たら面白いんじゃないかなと思います。 ではもうちょっとクローズアップして見てみましょう、はい、次ご紹介したいのがこれがねこれまあ別名大仏橋とも言われてるんですけども、えー、さっき言った宝光寺の大仏あれを建てるために秀吉さんが、えー、ここに橋を作ったんですよ もともとね五条大橋って何かあったらしいんですけども、えー、そこはちょっとょ遠いところにあったので、えー、こっちに五条大橋を建ててで、えー、さっきのもともとあった五条大橋っていうのは何か違う名前に変更するっていうふうなそんなことをして、まあ、ここに建てましたよっていうのがこの五条大橋になります。 でまあ、この五条大橋で何をこう描かれてるのかなとなんかめっちゃ楽しそうですねちゃんか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 してますけどこれはさっきの豊国神社のあ、えー、そこで花見をして、えー、帰っていっている、えー、まあそのね祭りの、えー、花見の楽しみをそのまま寄せを買ってそのままずーっと遊んでるっていうふうな一行の姿が描かれてるとめっちゃ楽しそうですけどねおちゃんかちゃんかしてますけど。で えー、この「傘の門」とかから推理すると実はこれは広大、えー、院のだっていううに考えられてるんですね高院っていうと秀吉の、えー、性質のおねねさんですね「ねね」ネネと言われてますけども大河ドラマとかでは必ず出てくる秀吉をやる時とかでは必ず出てくる広大、あのー、院さん「ねね」さんでございますの一行が書かれてますと。 で楽しそうですよ、ね、このちょっと行くと、えー、前の方に行くと、えー、物声もいると、えー、なんか「お姉ねね様なんか恵んでください」みたいな感じで言ってるっていうのも結構生々しくて面白いなと。 でえー、その後ろの方の端の方に行くと、えー、酔い潰れて、えー、抱えられてる人が、えー、いるということでめちゃめちゃ生々しいねこれなんかまあ男の人はねこう祭りとかこういうのあったらね、えー、やらかしてしまうんですよね酔い潰れてねねげろするやつとか絶対出てくるからね多分この人も多分ねげろしてみんなに抱えられて「うまあまあ大丈夫か大丈夫かわしは酒が飲めんのじゃただみんなが楽しそうだから飲め飲め言うから飲んだんじゃあお前そんなことじゃ立派な侍になんねえぞお前 武士がお前酒も飲めでどうすんだよちょうど俺がまた鍛えてやるよえへ、ー、えすめにー」みたいな感じで抱えられてるという状態になりますね。 まあこういう,ふうに見てみたらね生々しいいいでですす。けど結構面白いですいろんなこう想像ができてね、えー、で表情がめっちゃいいですよねこういうめっちゃ細かく表情をこうね描いてるっていうのはすごいなとだからまあ「雅絵」をベースにしてるからえこういうね細かい描写とかいうのがすごい得意だったっていうのがえすごい納得できるなと、えー、引きの構図が大和絵っていうのはえーベーシックにあるのでめっちゃ線が細くても人の表情とかを描くっていうのが大和絵のえスタイルなのでそういうのをうまいことベースに持ってこういう 洛外図屏風も岩佐又辺というのは描いたんだなというのがよくわかります。はい、で五条橋の前の方に行くとちょっと面白いのがここになります。これ何してるのかっていうと、えー、三発ですねただここ床屋なんですよ床屋。とこや ほう、武士も髪の毛を切ってもらうのか床屋がにある床屋があるのか。まあ、そりゃそうやわなと、なんか、なんか武士ってずっとあのちょんまげをしてるイメージなんですけども、えー、あれってどうやってやってんのかな、誰が切ってんのかなってわかんないじゃないですか。僕想像したこともなかったんですけども、あ、確かに武士専門の床屋があってもおかしくないわなということで、えー、こういうふうに床屋もあったよっていうのが、えー、描かれているんですよ。これめっちゃ面白くないですか。で、看板もね、なんかハサミと櫛があって、こうやってるから、あ、こういうふうなんで、えー、ここでこういうふうなんでカットしてもらっとったんやみたいな感じで、ね。 えめっちゃ面白いなと鏡がないから、ね、このお侍さんは自分がどんな姿かっていうのが分かんないんでしょうけどねちゃんと切っ,切ってくれてるんかな,なんか切ってる途中にこのね切ってくれてる人あったか言っとったけどあってなんやなあってあって失敗したんちゃうやろなみたいな感じで心配をしてる顔じゃないのかなと思えるような、えー、そんな感じになりますね。はい、で次ご紹介させていただきたいのが左の方に行くと、えー、これね 上の町中の町下の町って読むのかな分かんないんですけどこの3つの、えー、列の町があるんですけどあのなんか通りがあるんですけどここではね遊郭の町なんですね遊郭を表してるんですよ。で、えー、京都でここら辺って、えー、公認の遊郭が結構大々的なのがあったんですよ。でえー 佑歌君の様子をめちゃめちゃ生々しく描いてる作品っていうのは多分この「岩様田部屋」の舟木本が一番じゃないのかなと思うんですね他もしかしたらあるのかもしれないですけどこんなにリアルにいろんな表情を超えてるっていうのは、えー、ここだけじゃない岩様田部屋だけなんじゃないかなと思うので、えー、ここをちょっと見ていきたいなと思いますまず上の町の方から見ていってみましょう。 はい、ここはねあの、まあ、女の人が、えー、多分寄ってってよ「寄ってってよ寄ってってよちょっとちょっとょいいじゃないか」いや「じゃあねじゃあ給料ないからなわしかみさんにちょ財布握られておからちょっと今お金持てないね嘘ついてまたまたそんな言ってまた、えー、まだ来てくれるんでしょお金持ってんでしょちゃんと来てくださいよ今日給料日でしょ知ってますよ」みたいな感じの客引きが行われているとその後ろのその横か横におる何かね、えー、楽器持ってる、えー、人はちょっとうなだれてますけども「はあ、財布 どうしよう遊ぼうと思ったのに、ね」みたいな感じのちょっと、えー、残念な状態と。で右の人はねなんかセンス持ってなんか可愛い子らへんかなってちょっとね、えー、スカウターじゃないですけどもこう隠しながら、えー、女の人を物色してるみたいな図じゃないかなと思ってめっちゃ生々しいなって感じなんですけどね。で次が中野町の方に一段下がって行ってみましょう。 中野町ではねこうまず女の人がこう踊ってるとまあなんか楽しそうですね遊郭ってなんかまあまあも,もちろん楽しいところだったんだと思うんですけどこういうふうな,なんかね賑、えー、やかなお祭りみたいな感じの雰囲気もあったんだなってなんかねなんか我々の想像するなんかファッと思い浮かべそうな遊郭ってなんかピンク色のネオンがこうこうと、ね、光ってるような、えー、そういうふうにちょ,ちょっと大人の怪しい、ね、エロティックな世界なのかなみたいなイメージが多かったんですけどなんか ちょっとやばい匂いもする、ねえー、そんなところなのかなみたいなイメージがあったんですけどなんかそんな感じだけでもなさそうですねなんかこんな祭りの楽しそうな雰囲気もあるんだなっていうのがすごく、えー、新鮮で面白いなというところなんですよ。でその、ね、女の子たちを、えー、男の人はこう目をんなんですよねこう口隠して目だけでこう見つめてるっていうのは。 こで自分の顔を隠して素性をバレないようにしながらええこうらへんかなって物色してるっていう人たちなんですかね、まあ、そう考えるとこの人たちはむっつりつけべですね、えー、むっつりな男たちがこう5人もええ男が5人もこう顔を隠して何をしとんねんかちょっと逆に目立つよって思うんですけども、まあ、こんな感じのことをしてるとでねその横ではなんか荷物運んでるおっさんらもえ女の子のその踊りを見ながら「ええなーわしもお金貯めてちょっと女の子とお茶飲みたいなー」みたいな感じで思ってるのかもしれない なと考えた、なんか生々しくて面白いですね。で、えー、次がその一段下の下の町になります。 まず入り口の、ね、ところではこう行きたくて行けないのか、えー、今から行こうかなどうしようかなって迷ってる、えー、ちょっと初めての素人の人たちが、えー、こう描かれてますよということでやっぱまあ,こう街あの、ね、遊郭の中に入るというのも勇気がいるのかもしれないですねその初めての人たちにとってはそれかまあ、えー、なかなかね一歩踏み出せない、えー、ところなのかもしれない敷居が高くて「ああええー、行きたいな」けど行かれへんな,みた,な,み,たなみたいな感じで孫、ね、孫、えーまあ、してる子なのかなっていう考えてら面白いですね。 でもここでもなんか口に手を隠して何なんでしょうねこの口に手を隠の流行ってたのかななんか病気かなんかあったんかなみたいな感じですけどもこの人たちも口に手を隠してなんか見てますよっていう感じからスタートします。ここら辺も楽しそうですねでここで、えー、ハグがあるんですよハグが。おなんかね「久しぶりに会いたかったぞわ来てくれた」みたいな感じでねお得意さんなんかもしれないですね要は太客なんかもしれないですねこの女の人からすると。 めっちゃ熱いほうほううこうでしてますけど、まあ、女の人もうれしそうですしね、まあ、よかったなと。でその先を行くとあの、ね、ここでもね、えー、ハグしてるんですけどこれはねちょっとハグじゃないなと、えー、後ろからこう抱きついてるんですけど明らかに女の人嫌がってるなとさっきのは。 ままあだだ喜んでそうだったじゃないですか、ね、お互いこうね正面同士でこう向き合って、えー「来てくれてありがとう、ね」お「今日給料入ったからな今日はもう盛大いい感じに飲んだるからな好きなもんお前らも飲めよ」みたいな,方おなシャ謎のシャンパンタワーで「イエーとか言ってねお金使いまくってくれそうな人ですけどこれは明らかに女の人が「うわっとい客来たわうわもう何腹やねんこれなんか何かいっぱい何腹かいっぱいしてるでもう触んなよ」みたいな感じの顔をしてて男の人が「イエイいイエ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 イ なんか今日今日は私聞いたってんから、a せんかいやみたいな感じで、えー、絶対今やったら、えー、なんとか腹につな捕まります引っかかりますね、えー。まあセクハラ以上やねこれはセクハラではないでもいやねこれは、えー、まあ普通に警察に捕まるような感じなので、えー、今の人はやってはいけないですよっていう感じですけどまあ困難が勇敢で行われてたというのが生々しくて面白いなと思いますね。だすんごいなんか人間のこうドロドロしたところもダイレクトにこんだけ描写するか。 っていうのが、この船木本の面白い岩佐又、兵衛の面白い描写のところなんですよ。いやあ、なかなか面白いセンスでこんなもんエレコンでくるなって感じですね。で、さらに下の方に行くと実際どんなことをしてたのかっていうのが描かれてます。まあ、ここではまあ、部屋ですね。座敷でまあ、男の人の前であのまあ、遊郭で何をするのかって。まあまあその何。 いいいいろろろろやってるんですよ、あのーね、我々が、ね、想像するこう、ね、遊郭なんかピンク色のなんかエロいなんかがあるのかなずもちろんそんなもあるんですけどもそれだけではないんですよ遊郭って、えー。当然この遊郭に来る、ねえー、武将とかってえー、偉い人もいっぱい来るんですよ、えー、大名大名来るのか分かんないですけどもいろ、えー、んな武将のそれなりにでかい人,、あのー、人たちが、えー、来て。 ででいいろいろ話をすするわけなんですよ男同士で話をする横に、えー、男同士でね話をしょっても結構,結構ね息が詰まったりするときに、えー、女の人がなんかそのね相槌を売ったりとかまあ今でもキャバクラでもそうだと思うんですよね。なんかねまあキャバクラちゃうんから僕はあんまキャバクラ行ったことないかわ分からんけどまあなんかね接待とかで男同士でこうねよいしょよいしょしてる中で女の人がこうねお酒をつぎながら、えー「そうなんだすごいじゃないですか」みたいな感じで相の手を売ったりして話がまあ和んだりするっていうのが昔からこういう そいう文化であったんでしょうね。っていう中で、えー、女性はまあ、えー、ほんまにいろんな芸能を求められたのが遊廓やったので、ね、だから歌を歌ったりもそうですし、こう踊りを踊ったりとか、えー、もそうですし、話をついていけるようなまあ、そういう風なう結構遊廓の人っていうのは情報通やったので、えー、その中で。えー なんかいろんな情報交換が行われてたり、えー、人を紹介してもらったりっていう場でもあったと考えたらね、えー、ちょっと我々の普通の想像しているイメージとは違うんじゃないかなとは思いますね。まあそういったものを垣間見れるのがこの描写かなと思います。まあ、これはまあ扇でダンスをしているんですけど、踊りをしているんでしょうね。でこっちではまあえなんか楽器を弾いて、まあ歌を歌って楽しんでいただいているというふうな、まあこういうふうなことも結構やってたんだよっていうのがよくわかると。 ここはね、あのー、女性の裏,裏,裏部屋ですね舞台裏ですね「ああちょっと急がな吹雪長は面倒くさいわ今日もあのたるい客と相手せなあかんのかー」みたいな感じで女の人が言うてると。だから まあそんなこと言わへんなあんたねあそう言うてるけどもむっとう客もおるけども、えー、そういう人たちにねあの私は食わしてもらってるがそんなあんた偉そうに言わないのなんやなあんたそんなうのって言うてってもうそらあんたなんかええ客あ,あんたなんかそのね何鏡にめっちゃええの持ってるやん何そんな前持ってなかったやん何なんそれ、えー、これちょっとこの前のお客さんにこうてもろてん。 え、めっちゃいいやんなんなんなん何してる人なんいやなんかどっかの大名殿さんみたいやでええー、めっちゃい,いやんあんた大名ってお前玉のこしやんええー、いいなそんなん言ったらなんぼでも引っ張れるやんあんたちょっと私にも紹介してや私にも大名紹介してやいやいやちょっとその大名大名言うてもそんな無理やん自分の力でなんとかせやそんないけず言わんとあんた私にもねちょっとたまの私って玉のこしねちょっと欲しい着物とかあってんからさちょっとか,かっこいやん欲しいねんからちょっと大名紹介してや 分分かかったかったたもううるさいなじゃあ今度は大名のその人に頼んであのコンパしてもらう合コンしてもらうように頼むからあんたその時来てやって言ってやけど、ね、あんたいつも LIMEIIIII からもう未読ばっかりやねんからたまにはちゃんと私の LIME も既読してやんちゃんと返信すんねんで分かった分、ま、たまちゃんとするからみたいな感じのことが描かれているのがこの舞台裏になります、えー、だいぶだいぶ違うと思うけどだいぶ違うと思うけどそんな感じのことがあったんじゃないかなって想像すると面白いなと多分ね 2022年4月の段階で今5月なってるのか分からんけども一番この楽中楽街図屏風を楽しんでる人間が私だと思いますこんなに一人でこう暴走しながらね楽中楽外図屏風を突っ込んで楽しんでるだ。は多分ね僕だけやと思うんで岩佐又部さんもびっくりしてると思うんですけどね、はい、こんだけ楽しいなと思うのが楽中楽外図屏風になります。 でえーまあ、当然、お風呂もありますよということでちょっとモザイク入れてますけども、えーまあ、女の人の、ね、戦いが終わってあ今日もいろんな客愛でしてあ疲れたなこんな日はビールでも飲んでさっぱりしたいからとりあえず風呂入って、えー、疲れを癒してからビール飲んでカーっと寝て明したまた頑張るかみたいな感じで、えー、頑張っているんじゃないかなと思います。お疲れ様でございました はいえーまあ、こんな感じで、まあ、遊郭が結構生々しくね描かれてるのがこの船木本なんですけども、えー、まだ半分やからね右跡、えー、だけでこんだけ引っ張りましたけども、えー、次は佐席を見ていきましょう、えー、まず佐席で見ていただきたいのはこれはねあの神輿を担いでるんですけども。 これは何ななのかっていうとあの祇園祭りなんですね京都といった祇園祭りなので、えー、結構ね面白いですよねあのさっきは桜の、ね、花見があって布石の、ね、花見があって今度はこっちは夏の祇園祭りがこうね描かれてるっていうので面白いなと。 まあこれあの、祇園祭って普通神輿しじゃなくて山しって言ってあのもっと背の高いバージョンの、えー、もっと大掛かりな神輿しみたいなのがすごい名物なんですけども今回ここでは描かれてないんですよなん、まあ、でか、まあ、よく分かんないんですけども、えーまあ、それ描くと多分あの人の描写がだいぶ削られるんじゃないかなということで、えー、あえて神輿しにしたんじゃないかなみたいな、えー、考え方もあるみたいです。なるほどなとまあ、確かかにね、えー、結構出しってほんまにでかいんんまでで、いそれがなだ 内部を描かれてしまうとね、他にもっと描きたかったものが描けなかったから社内から見越しにしたっていうのもまあわからんでもないかなと思いますね。まあでも活気があっていいですね。なんか祭りの楽しい感じが伝わってきますね。 でそれを下に下っていくと「おっちょ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 ,ちょ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 っと待ってちょっと待ってちょっと待ってなんか変なおろ変なおろ変なおろ何やねんこれは僕もねこれ最初見た時突っ込みました何これって、ね、なんか風船みたいなめっちゃでっかいの背負ってるけど何やねんこれちょっとちょちょちょ,ちょ注射いるでこれ何やねん」って言うとあのー、これね調べてみたら分かったんですけども「えー、ホ滅虫」っていう。 まああのホロっていうのが、えー、武具の中であるみたいですよ母の衣と書いて、えー、ホロなんですけども、えー、これ何なのかっていうと、えー、戦場で使ってた武具の一つなんですね、えー もともとはこんな形じゃなくてあのマントやったんですよあの背中にせ使うマントでなん昔って武将ってマントを背負ってたりしたんですけどこれ何だかっていうと、えー、マントがこう風にたわむれ、まあ、なびくと、えー、こう矢とかが来た時にそのマントに絡まって方向変わったりねあのなんか緩衝材になったりするので、えー、具の防具としの一種として保護剤として、えー、そのマントっていうのが使われてたらしいんですよ。 へそうなんや知らんかったなって感じるとそうらしいんですよそれが原型で元々の形で,でだんだんあの戦術も変わってきたじゃないですかあの鉄砲出てきたりとかですね鉄砲出てきたらそんなマントなんか意味ないのでね。 ね、あとね戦い方もいろいろ変わって本来の意味っていうのがだんだん実用性っていうのはなくなってきてでだんだんそれはちょっと大掛かりになってなんか目印みたいな、えー、意味合いを持つようになったんですよだから、えー、マントじゃなくてマントになんか木のなんかねタコタコの足みたいなあんな感じで、えー、こうもっと大掛かりに目立つようなでっかいクジャクの羽開いたバージョンみたいな感じに、えー、するような、えー、目印になったと。でそうすることで、えー、敵味方にね、えー ここに殿様いますよとかいうのをの目印であったり、えー、こ,このマントの、えー、このホロの、えー、色合いは、えー、この係やみたいなんでこいつがこう走っておくからあこ,うこう注意せなあかんなとかあ伝達係なんかなとかで相手にも分かるし自分たちにも分かるみたいな目立つな何か,かの意味合いを込めるための、えー、道具として使われるようになったというふうに言われてるんですね。でえー、それっていうのは 結構名誉職というか、えー、名誉あるものがそういうのをつけてたというふうに言われてこういうのをかっで、えー、戦場に行ってたらしいんですよ。へえほんまかいな大丈夫か女でよう戦いできんだな感じなんですけど、まあ、この人たちは、えー、戦う専門の舞台ではなくて多分特殊な名役目を、えー、こなすためのほろがかりみたいなその役目の、えー、目立つための道具やったみたいなんですねを、えー、祇園祭でこう出してると。 ただまあこれだだいいいいぶぶ誇張しててるるとと思思まますす持っこんなでかいのさすがにないやろうと思うんですけどねまあでもこんなんもあったんやなと考えたら実際でもほんまにそん時ぐらいあったと考えたら面白いなと思うんですよこんなでかいのがあったんかなってまあなかなかにぎやかな,なんか祇園祭ってめちゃめちゃ昔は面白かったんですね派手でみんな仮装大賞みたいなイエーイコスプレ大会イエーイみたいな感じでやっとったんですねもう祭りや祭りやイエーイほんまに祭りみたいな感じで楽しんどったんやなっていうのがよくわかりますね。 でそれをさらに下の方に行くと。 えー、犬の散歩をしている安逸な外国人に出会います。ほ前,前お前これこれめっちゃねまあ外国明らかに外国人の方ですよねこの格好というのはなんか小田信長はこんな格好してたなと思いますけども、えー、まあこんな感じの格好をしているとまあ、えー、江戸時代って鎖国はしてましたけども、えー、長崎だけは開いてたんですよねだから、えー、そこだけこう入ってきてたりしてたしこここの時代はもしかしたらまた鎖国する前やったから、えー、外国人の描写があってもおかしく なないいのかなという感じですねで、まあ、犬の散歩をしているとすごいなもう犬の散歩犬散歩しとったんやななかね紐を持ってやっ,ったんやなとで犬の、ね、こっちの方には首輪にズついてるからねなんかそんなもなんかほんまにいいっていう感じなんですけどまあでもこの、ね、岩佐又兵衛さんが描いた時にはこうやってチャリンチャリンって鳴るような首輪がつけられてたんやなって考えたらへえそうなんや昔昔からそうなんやって考えたら面白いですよね。 でまあこのね外国人の方がなんでこんな安逸な顔してんのかはちょっとよう分かりません。ちょっとお腹でも痛いんかな。ああ祭りでちょっと食ったものが当たったみたいな感じなんかもしれないですけど、まあこういう風うな描写もあってまあ面白いですよね。本当にいろんな人がこの京都にはいたんだなっていうのが伝わってきますね。でそれのさらに下に行くと。 ここでちょちょっと注目してほしいんで注目してください注目してくださいここねこれねこれ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 私がこのね楽中楽外図屏風の中で一番伝えたいところそれが、えー、ここなんですよこれ何かというと 掛け軸屋さんなんなですいやあ岩佐又兵衛さんよくぞ描いてくれました掛け軸屋をもう僕大興奮でございますよだれダラダラでございますもうね岩佐又兵衛さんに足向けて寝れないぐらいまさか江戸時代の掛け軸屋をここで見れるとは思わなかったなあこんな感じだったんやっていうねこの「楽中楽街図屏風」っていうのは、えー、結構ねお店屋さんもめっちゃ描かれてるんですよいろんな商売をしてるのが今回紹介する以外でも山ほどあるんですけどめちゃめちゃいろんな商売があるっていうのが様子が 分かるのでめめちゃめちゃゃ面白いんですよ、まあ、さっきもね床屋さんあったじゃないですか確かに武士も髪切るわなみたいな感じで分かるじゃないですかあんな感じで、えー、当時この時代にどの商売っていうのがどういうふうな感じで行われてたのかっていうのがよく分かるんですよ。かここではねなんか軒先に掛け軸これ巻物なのかな横開きなので巻物をまあ並べていく店主にねこう2人の客が「えー、これ誰が書いたんやお高いんか、えー、これはねええー、人が書いたんですよ」みたいな感じでこう商売してる めっちゃ面白いこんな感じで飾っとったんやなとではえギャラリーもね後ろの方にあるんでねあれ面白いねなんかある天神ってかあるのでなんだか天神があるよっていうなんかそんな感じの名前のかなんかね賞が売られてんのかなとかめっちゃ面白いなとへえこんな感じで元祖掛け軸屋があったんやと思うと、ね、めっちゃ面白いなと思うのが、えー、私でございますはいすいませんでした料理 <laughs> テンション上がってしまいましたけどごめんなさいで掛け軸屋の隣が多分これ焼き物屋さんやと思うんですね でその次ご紹介したいのが、えー、これがねおそらく着物屋さんになるのかな袖屋って書いてますけども反、まあ、物屋さんなのかもしれないですけども反、まあ、物と着物屋呉服屋になるのかなようわかんないですけど、まあ、そういう系の、えー、アパレル系の、えー、お店もこういう風に感じで、えー、当時はあったんだよと。 だ以前ね緒方光林っていうリンパの2代目の巨匠っていうのをご紹介したんですけどもあの人っていうのはカリガ金屋っていう高級呉服店の息子さんとして生まれたんですね。 なので狩り金屋っていうのはまあこんな風なイメージだったんじゃないかなと考えたらなるほどなと面白いなと、えー、まあ京都のね、えー、あの呉服屋さんなので、まあ、もうちょっと、えー、高級呉服店やったんでいい呉服店の形をしてたと思うんですけども、まあ、これの上アップデート版だと考えたらなんか想像がちょっとできて面白いなと思いますね。で次ご紹介したいのがここがね扇屋さん っていうお店なんですよで昔っていうのは京都っていうのは扇とかもめちゃめちゃ必需品としてね売られてたんですね。でこうね扇ってあのうち,うちはあのもっとなんかコンパクトになるやつあれを扇って言うんですけども、えー、俵屋宗達って、えー、リンパの初代創始者としているっていうのをご紹介したと思うんですけども、えー、あの人も、えー、あの人は まあ、絵をたくさん売ってる絵に関する仕事は何でもしますよっていう商売をしてたところの棟梁俵屋っていう会社名の、えー、社長が宗、えー、達さんっていうことで俵屋宗達というふうな、えー、名称を取ってるんですが俵屋というのは名字ではないんですよ。 っていうのでその俵屋草達は A やったんですけどそこの主力商品が扇やったというふうに言われているのでまあこれのこの扇屋さんのもっとアップデートバージョンいっぱいこう書かれているいろんなものを扱っている屏風とかもやっているようなそういうふうなお店が俵屋草達の俵屋お店だったんだよというと想像しやすいなと思うんですよこれのねこういうところからもいろいろね読み解けていけるので当時の風俗がわかるっていうのは他の作家のね。 バックグラウンドとかも全部分かってこうイメージすることができるっていうのでめちゃめちゃ面白いなというところなんですよ。 で、最後のお店をご紹介したいなっていうのが、ここの薬屋ということで、えー、当然まあ薬局みたいなもんですね。今で言うで、まあここではまあ薬の種と書いて薬酒と読むのがね。わかんないですけど、まあ、ね照合するなら機械も置いてますよね。これ面白いですよね。で、店主となんかお客さんがこうなんか話していると儲かってまっか。 いやーワステラの商売はね、あのー、薬屋やからねあんま儲かったらあかんんですけどね物騒なこと薬が必要やいうことはねそんだけ病の人がおるっていうことやからねほんまあ,あんま儲かったらあかんのですけどもバレバレ儲かってますわ今お前ほんま極道みたいなやつやなみたいな話をしてるのかもしれないなと考えたらめっちゃおもろいなととことんとことん,とんと楽しむのが僕なのでこの楽中楽藍弊病見てるとねほんまにおもろいなと全然あげひんなっていう感じですはい。 でこっからちょっと左の上の方に行くと、えー、ここがね御所なんですよ御所はい天皇の御所ということでいろんな行事をしているとこれはねおそらく、えー、正月の行事をしている様子というふうに言われておりますおおまあねいろんな、えー、貴族の公家さんとか、えー、そういうのがいてなんかイベントなんかしてますよね右の方を見てみるとなんか舞台があって で後ろの方で笛吹いたりとかっていうのがあってなんかこの火のついた、ねえー、丸いのあると思うんですけどねこれは太鼓なんですよ太鼓。これはねあの昔以前僕これ知ってたんですけども「あこれ見たことある!」と思ったんですけども。 あの先言っ言た俵屋宗達林派の創始者の作品で「武学図屏風」っていう傑作の作品があるんですけれども、えー、その武学図屏風の左じゃあ右下か右下にも同じような太鼓が書かれてるんですよ。でその時に僕これ何やろうなって調べている時に太鼓やっていうのを知ってたのでそれと全く同じのがここにもあるということで結構これねメジャーな当時のメジャーな楽器やったっていうのが分かるんですよ。ここで見れてお嬉しいなっていいいなうのはすごい、ね、思いますご思まね でまあ、その階段上ったところでは貴族の人たちが何かね行事してるけど一人だけ様子見して「ああダンス面白いな俺らもいつダンスい?」みたいな感じインド人みたいに踊りたいな舞台があるやったら俺も「ヘッホー」みたいな「カーモンベイビー」で歌いたいなぁと思うねんけどなあクソムズムズムズ,ズみたいな感じで言ってんのかなって考えたら面白いなと思いますはい。 左の方は左の方でまた違う行事の方がイベントをしてるんでしょうね、まあ、上の方で貴族の人がなんかまあこう並んで「はよ帰りたいな」って言ってるのかもしれないですし「ああもうまだまだかな天皇はよこうへんかな」みたいな感じで言ってるかもしれないとで下の方でなんかえ座ってる人もこ貴族ということで何か,かのイベントをしてるんだろうなというのまあ正月やからねなんか楽しそうな感じでなんかやってるんでしょうけどね、まあ、なあどういった内容かまでは僕ちょっとそこまで深掘りはしてないですけどまあなんか楽しそうなことだけはなんか伝わってきてる。 くるなーっていうそういうふうな雰囲気を楽しむだけでも楽しいじゃないですかね。まあこんな感じで描かれているのが五章ですよと結構ねいろいろ描かれてますよね。五章も書かれてるんであたも今回紹介してないところでももっとねいっぱいいろんなものが描かれていると思うんですけども、えー、まあまあとりあえず今回はこの五章をご紹介させていただきました。じゃ次行ってみましょう。で次が左下の方に行くとなんかでっかいのが出てきたよって。 って言いますけども、これが、えー、二条城になります。はい、二条城お城です。京都にお城があったんですね。この二条城っていうのは、えー、誰が建てたのかっていうと徳川家康になります。はい、えー、徳川家康がまあ江戸にね、えー、江戸城あるじゃないですか。あっこからでも京都にいろいろ上落でね、えー、なんか天皇にこうね許可を取ったりとかいうなんかイベントがあるときにやっぱ京都に行かなあかんと。 で京都に行った時に徳川家康が泊まる宿をちゃんと用意しとかなあかんとでそ,のそんな尊女そこらのところにね、えー、泊まってええわけがないというので、ねえー、エ,エアビーでちょっと泊,め泊ときましたよとか言ったら多分しばかれると思うのでちゃんと家康が泊まるんかでっかい御殿を建てとかなあかんなということで、えー、家康が泊まる用の宿というの別荘みたいなのがこの二条城になります宿代わりやったんですね宿にしろすげえなーって感じなんですけど。 ただここの二条城で様々なイベントが行われたというふうに言われておりますのでえまあただね最初はめっちゃ使ってたんですけども後々はだんだん使われるようにもなってえあんまりね手入れもされなくなってお金ばっかり使う無駄な箱物になってたというふうに言われてます。ただ 最後大政奉還は、えー、ここで行われたというふうに言われているのでまあ言うたら一番最初ね征夷大将家康が征夷大将軍になる時の、えー、儀式もここで行われたと思うので、えー、言うたら江戸幕府の最初と最後を飾ったのが、えー、この二条城と考えた、まあえー、徳川を象徴する建物でっかい建物がここに描かれてますよと。 でまあ、以前ね狩野、えー、単位の時にご紹介させていただきましたけどもこの二条城の、えー、中にある二の丸御殿っていうのが狩野、えー、派の映画めちゃくちゃあと1,000点ぐらいあるのかなということで狩野派美術館みたいな感じで言われているので、えー、そこはねぜひ行きたいなと、えー、絶対行きたいなともう楽しくてしゃあないやろ建築と、えー、その作品が一体化したものが1,000点以上作品があるものがもあるとて考えたらもうよだれたらだらで頭 まあ本なりそうやなっていうのが今からでも想像できるぐらいめっちゃ好きなのがえ二の丸御殿なので皆さんも日といった絶対二条城二の丸御殿はえ行っていただきたいなと思いますもうおすすめスポットでございますね。はいで、えー、ここで面白い何が言いたいのかっていうと左席、えー、と右席左と右でえ二条城は徳川を象徴する建物じゃないですか。で 右側ののいうのは、えー、豊臣を象徴する建物ということで、えー、この豊臣対徳川っていうのをこの屏風の右と左によってちょうど時代の転換を表してるっていうのが、えー、この岩浅の龍中洛外図屏風の、えー、本当の楽しみ方なんですね。だから言うか鴨川を境に豊臣と徳川のこうでかこう戦いがあるみたいなそういうふうなのがなんか案に示されてるみたいな感じで面白いなというところなんですよ。 でこの二条城、もうちょっと詳しく見ていきましょう。 はい、下の方に行くと、まあ、入り口から誰か入ってきてますよということなんですけどこの門がね、えー、三つ葉葵の門ということで徳川,徳川家の、えー、門になるんですよ。だから結構ね徳川家何か、ね、建物建てたりとかなんか道具を作ったりという時この三つ葉葵の門があるかどうかっていうのがね結構、えー、注目されるというか、ね、見分けるポイントになってくるのですこの三つ葉葵の門ねめちゃめちゃ大事なんですよ。でさらにに奥の方に入っていくと えー、なんかねここでもめてますよねこれは何なのかっていうと誰かがなんかが訴えてるんですねだからあの遠山の金さんじゃないですけども「えー、お代官様これは皇后后なんでございますみたいな感じで訴状を訴えて上の方で金さんが「おお何じゃ何じゃ誰が悪いんやお俺に言うてみんやわしが何とか貴さばいてやるがな」みたいな感じで、えー、裁判をしてる様子がここで描かれてるという私なんですね。でで、えー、京都で、えー、裁判とかか、ね、ななん,かなんかこういういをやるのは、えー 京都書士大というところが、えー、こう受けってたうのは京都の治安維持を、えー、担当してるものだったので、えー、ここの人というのはなんかこうね訴えをかけてこの京都書士大のところで、えー、裁判を判定を下されるというふうな感じで今聞いてもらってるところなんでしょうね。 で、この聞いてる？なんか偉そうな。一番奥の人がなんかいろんなこうね。門とかをこう調査して考えて、この人じゃないかっていうのが一応分かってるみたいで、それが板倉勝重っていう当時の京都書士大の人やったみたいなんですね。あ、こういうふうはもうわかんね。えやって考えたらめちゃめちゃ面白いですね。だから結構。 人物が特定されててたたりっいいうのが、えー、あるみたいなんですよ他にも今の研究者すごいなと要はそんなのまでわかるなって感じなんですけども、えー、美術の研究家と歴史の研究家の人が、えー、いろいろ、ね、お互いの知識をこうすり合わせていくと、えー、じゃあこれはこうだねってプロファイリングできるみたいな感じで、えー、この人はこうだみたいな感じで今分かってるっていう人は結構いるみたいです。はい はいかが画画だったでしょうかまだまだご紹介できてない、ね、内容というのは山ほどあるんですけどもまあまあ結構ね今回だけでもようさん紹介できたかなと思うんですけど、えー、実際ねここに描かれてる人数っていうのは、ね、2500 2700とともとも言われてるんですよ僕は今回紹介したのってまだまだそんなね、えー、中ではちょっとだけなので是非、えー、ねまだまだ知らないものっていうのが見れると思うので行っていただきたいなと思うんですよ。 で岩佐又兵衛がんで浮世絵の祖って言われているかっていうと浮世絵っていうのは当時の風俗を描いてる当時の庶民がどういったものが楽しいのかなっていうのを描いてるものが浮世絵っていう表現しているものが浮世絵っていう定義なんですよ。 それまでっていうのは戦国時代とかもっと前の室町時代とかっていうのは、えー、この浮世っていうのはなんかまあ辛い世の中だこの現実っていうのは辛い世の中だみたいな、えー、ちょっと メランコリックのの浮世っていいうアテジーの意味合いが込められてたんですよそれがちょうどこう江戸時代ぐらいになってくると戦乱もちょうど収まってきてなんか楽しくなってきたなっていうことで「浮かれるよう」って書いて「浮世」っていうふうなえ現世の意味合いがこうえこう現世今生,生きてる世界って楽しいねっていうふうな意味合いになってきたとだからえその楽しい世界で流行ってるもんっていうのを描いていこうぜだから歌舞伎とか流行ってるじゃないですか楽しいね能とかも楽しいねとか。 なんか祇園祭り楽しいねとか遊郭楽しいねとかねそういったものをどん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 絵にしていこうぜっていうところから発生していって浮世絵というジャンルがどん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 出来上がっていたいろんな作品が出来上がっていったっていうことなのでそれの大元をたどってみたら今今回見てきたものに全部入ってるじゃないですか。 ね、入ってましたよね遊郭、ねね、楽しそうにめっちゃ楽しそうにしてましたよねで花見楽しそうとか,なんか酔い潰れてるおっさんとか読みましたよねもちろん、えー、我々が知っている浮世絵っていうのはもっともっと形を変えてますけどもそれの大元って言ったらまあ確かにこれも当てはまるなって考えたら「えー、岩様田部屋が浮世絵の祖」っていうのもなるほど納得なっていうことなんですよ。だからまあ菱川諸はね 形として浮世絵の形を作った人としては浮世絵の祖としては考えられてますし僕もそれはそうやと思うんですけどももっと根源的なものを描き出したちょうど浮世現実というのは楽しいねっていうものを描き出した最初の人っていうのをいわば妨弁っていうのですごく納得できたなっていうところなんですよ。 でまあ、今回ね、えー、いろいろまだ、えー、この「楽中楽愛図屏風」ご紹介させていただきましたけどもまだまだね紹介できないまだまだ楽しめるまだまだ味するから大丈夫大丈夫心配しなくて大丈夫、えー、それは皆さんが、えー、東博の方に行って、えー、自分なりの、えー、楽しみ方味を味わい発見をして、えー、もっともっとこの「楽中楽愛図屏風、えー」楽しんでいただければいいんじゃないかなと思うのでぜひ東博の方に行って、えー、現物を見て楽しんでください。